はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、もう交流戦終わりまして、ここからまたリーグ戦が開始されるわけですけども、今現状でね、だいたいペナントレースの3分の1ぐらい終わったんかな、だいたいね、そういったところなんですけども、さて今この段階でですね、支配下の選手、巨人の支配下の選手でまだ1軍に一度も登録されてなかったりとか試合に出てない選手ってどれぐらいいるのというふうに僕の中でね、シンプルに疑問があったんでね、今日ちょっとまあ投手野手というところでちょっと全員ね、見ていきたいと思います。はい、実はですねすごく多くてですね、ピッチャーで言うと11人いまして、で野手で言うと3人ね、まだ1軍に登録というかね、1軍で1試合1イニングもまだ出場してないっていう人がいるんで、ちょっとねその人たちの、まあ、名前であったりとか成績なんかを振り返りながら僕がああやこうや言っていこうかなというふうに思います。じゃあね、まずピッチャーが11人いるというところでちょっと多いんでね、まず一人ずつ、言っていきたいと思います。はい、まず一人目なんですけど、まあそのこの選手ですね。近藤投手ですね。はい。まあ、移籍してきてくれてね。で、初めは勝利のパターンとか、言われてましたけども、なかなかやっぱりね、まだ上がってきてないというところがありますと。で、成績見てもですね、今、18試合で、防御率が 6.19。1勝2敗、1セーブ、ウィップが 1.44 という形になってます。この成績じゃちょっと上がりにくいなっていう感じはありますし、ちょっと前にミニキャンプというかね、体のキレを出したりとかするためにちょっとあの試合をお休みして、ちょっとこうまあ、走ったりとかいろいろトレーニングをするみたいなミニキャンプを行ったみたいなんですけども、まあ、そっからちょっとね良くなったかなっていう感じはするんですが、今現状ね、成績で言うと先ほど言ったような感じなんで、ちょっとやはりね、リリーフの層も厚いですし、なかなか上げられないなというか、上がってこれないなっていうのが、本音なんじゃないかなっていうふうに思います。次、二人目いきます。はい、次ですね、こちらの選手ね。ちょっと字汚くてすいません。鈴木投手ですね。はい、鈴木投手。はい、まあ、この選手もオリックスから来た選手ではあるんですけども、まあ、去年ね、まあ結構投げてたじゃないですか。で、僕がすごく思ったのが、甲府町の波めちゃくちゃ激しいやんってずっと思ったんですよね。で、まあ安倍監督もずっと言ってるじゃないですか。真ん中ゾーンで投げろみたいな言われてるし、やっぱりコントロールとかいうところがね、いい時はいいんだけど、やっぱあれ出したらもう止めれないっていうところが、まあ印象として多分身についたっていうかね、ついてしまったのかなっていうところがあるので、そこを払拭するのが結構難しいかなっていうふうに思います。今現状の成績で言うと、14試合で、防御率が 2.57、ウィップが 1.36 という風になってます。そこまで悪くないんじゃないかって思うかもしれないけども、やっぱり一軍の層の厚さっていうところが、まあ邪魔してね、なかなか上げてもらえないんじゃないかなっていう風に僕は思ってます。で、これ次3人目ですね。この方ですね、畑投手も素晴らしいです、正直言うとね。まあ、結局ね、一番辛いのってどういうことかっていうと、一軍で、結果出せずに二軍に落ちて、っていうのはまだマシなんですよね。だけども、二軍でめちゃくちゃ結果出して上がりたいと思ってるのに、上げてもらえないっていうのが選手としては結構きついんですよ。うん。なんでかっていうと、二軍で成績出してたら調子がいいというふうに思われて、じゃあ一軍に戦力になってくれるでしょっていうところで上げてくれるんですけど、普通の場合はね。畑さんの場合はめちゃくちゃ調子いいんですよ。めちゃくちゃ4月、5月、6月、なんと防御率 0.00。まだ点取られてないんですよね。で、今回のね、成績でも20試合投げて 1.27、ウィップに関しては 0.75 というところで圧倒的な数字出してるんですよ。はじめの、3月かな ?3 月ぐらいにちょっと打たれたんですけど、それ以降全部ゼロなんですよ。うん。だからそれで上げてもらえないっていうのは多分畑さんもね、結構ね、きついんじゃないかなっていうふうに思います。どうなのかなって。見切りをつけられてるわけではないと思うんだけども、まあ、確実にね、今日上げる投手の中で成績がダントツでトップなんですよね。それで上げれないっていうのは、なかなか厳しいと思うし、畑さんが逆に上がらなかったら他のピッチャーもなかなか上がれないと思うので、っていうところで畑投手ですね。で、3人目がですね、これ、まあ、新人のピッチャーなんでね、ちょっとあれなんですけど、
これですね。森田投手ですね。まあちょっと怪我したんでね、ちょっとまだ2軍の登板もないですし、1軍の登板もないというところで、まあいつぐらいに戻ってくるのかっていうのはちょっと僕はわからないですけども、まあね、ドラフト2位で入ってきてるわけですから、期待されてるわけなんでね、早く戻ってきてほしいなっていうところはありますと。で、次ですね、この投手。田中投手ですね。田中投手もですね、まあオフにね、先発やりたいというふうに言って、先発をやってたと。で、今回も、まあ11試合投げてますと、この、今までのファームでね。で、7回先発してるんですよ。11分の7先発してて、防御率が 5.14。で、2勝2敗。で、ウィップが 1.86 というところで、ちょっとこの成績じゃ、リリーフでも、先発でもなかなか上げれないよっていうところだと思いますと。まあ、僕はリリーフの方がいいんじゃないかっていうようなところは思うんだけど、まあ、なかなかね、球種もめちゃくちゃ多いわけではないと思うし、結構どっちかっていうと、まっすぐとフォークで、落として、ドーン行って、ドーン落とすみたいな感じのピッチャーなんで、僕は中継ぎの方がいいかなと思ったんですけど、まあ自分で考えてね、先発に行きたいっていうふうなことを言ってますから、まあ、ね、それに伴った成績がないと、なかなか上げてもらえないっていうところですよね。で、次はですね、これですね。この方。直江です。はい。僕も、何回もブルペンじゃない。バッテリー組んだことありますけども。はい、直江ですね。はい、直江投手も、まあ、その先発やりたいというふうに言ってて、まあ、今回ね、13試合投げてて、今まででね、5回先発。だから、13分の5先発やってるんですよ。で、防御率が 2.92。で、2勝2敗。で、ウィップが 1.30 というところで、まあ、なかなか微妙やなっていうところ。まあ、さっきの畑さんの成績もそうだし、畑さんで上げられないんだったらっていうところもあるだろうし。で、先発陣もね、まあ、グリフィンとかが帰ってきて、まあ、井上春人であったりとか、そういったところがね、台頭してるというか、頑張ってきてるんで、まあ、直江もね、安倍監督がすごくこう、気に入ってたというか、目をかけてた選手なんですけど、まあ、なかなかね、今現状、上がる、要素がないというかね、うん、なんかちょっと厳しい意見にはなるかもしれないけど、うん、まあ、それだけ層の厚さっていうね、ピッチャー、どっちもね、中継ぎも先発もどっちもね、すごく、層が厚いなっていう感じはしてますと。で、次ですね。石田投手ね、僕あんまりピッチングは見たことないんだけど、まあ、怪我して、手術したんかなっていうところがあるんで、まあ、今、現状ね、2軍でも、1軍でも登板が今年ないというところです。で、次ですね。こちらですね。読めるかな？字汚いな。高橋投手ね、勇気ね。はい、勇気もちょっとやばいなっていう感じはしてます。正直、まあ去年で言うと、まあ現役ドラフトとか、そういったところに選ばれるんじゃないかっていう風な僕こと言いましたけども、実際今年の成績とか見ると、現役ドラフトでもきついんちゃうかっていう感じなんですよ。正直言うとね。まあ今、2軍の成績ね、1試合しか投げてなくて、1イニングしか投げてなくて、で、まあ防御率が 9.00 で、ウィップが 3.00。で、主に3軍っていうところでね、過ごしてるわけですけども、まあちょっとそれはきついよと。うん、正直ね、言うとね。正直、今までは、なんて言うんだろう。なんて言ったんやろな。環境が変われば、また、10勝した時のような、成績を出すかもしれないみたいな感じの雰囲気でしたけど、雰囲気というかね、そういう感じでしたけど、まあさすがにずっとこんだけね、2軍でも投げてなくて、まあ主に3軍でっていうところなんで、ちょっとね、本当にマジで厳しいなっていう感じはしてるし、他球団からも取られなくなってきてるんじゃないかなっていうふうに正直言うとね、思います。で、次ですね。この投手。白木投手ですね。白木投手も、手術したんかなっていうところで、まあ今現状1軍も2軍も登板ないというところです。まあこの投手もね、昨年か。結構頑張ってたところがあるんで、頑張ってもらいたいなと。まあ、動くボールがね、すごく、まあ、ツーシーム系の動くボールというかね、まっすぐが、なんかこう、結構動くみたいな感じで言われてたんでね、非常に、若いですしね、まだまだこう、頑張っていけるでしょうから、早く直して、戻ってきてほしいなというふうに思います。で、次ですね。この投手になります。山田投手ね。この投手もドラフト上位候補ね。上位候補というか上位指名ね。うん、ドラフト2位でしょ？で、JR か。JR 東日本ですよね、確かね。
で、9試合で、今 2.08 で0勝1敗、ウィップが 1.15、うん。悪くないよね。悪くないけども、上がれない理由っていうのはやっぱり、そうの厚さもそうだし、やはりそこまで、なんて言うんだろう、もしかしたら信頼されてないのかもしれないし、うん。っていうところで、まあ、なかなかコントロールが良くないっていうのは聞いてて、ずっとね。うん。だから、やっぱり、ストライク取るコントロールって、プロで言ったら当たり前なんよ。どっちかっていうと、まあ、二分割で投げれたりとか、しっかり変化球をストライクからボールに落とせたりとか、ボールに意図を持って投げれたりとかいうところが、やっぱりこう、プロとしてのレベル、最低限のレベルだと思うので、やはりね、そこにまだ至ってなかったりとかするのかなっていう風な感じはするし、ドラフト2位で入ってきて、今3、え、3年か、まだ1軍登板ないっていうところ、1軍登録も確かなかったと思うんで、そういったところで前の太田龍みたいな感じに、ね、なっていきそうな感じで、ちょっとね、奮起してもらいたいなっていうところはありますと。で、次これ。この投手ですね。僕、好きな投手なんですけど、菊池投手ね。はい、非常に、もう去年もね、大車輪の活躍してくれましたと、育成から上がってきてね。すごいですよと。で、今成績見ても、14試合で防御率が 0.61。で、2勝1敗。で、ウィップが 1.09 というところで、素晴らしいと。まあ、この、ピッチャーで上げるとしたら、今現状ね、まあ、菊池投手か、まあ、畠投手ですよね。まあ、どちらも、まあ、リリーフという形になりますけども、先発と言ったらね、もう正直上げるピッチャーいないですね。成績だけ見るとね。うん。いないんで、今現状、ピッチャーで、今年一軍登録まだされてないようなね、ピッチャーを見ていきましたけども、まあ、上がるとしたら、まあ、この二人だろうなっていうところはあるんで、まあ、この二人が上がらないんだったら、他のピッチャーも上がれないだよねっていうところはあるんで、うん。だからやっぱりね、まあ、その、大勢であったりとか、中川さんっていうのは、やっぱりね、その、元々の実績があったりとか、存在の大きさとか、いうのがあるんで、まあ、多少ね、結果が、ちょっと悪くてもね、一軍に上がったりすることもあると思うんですけども、やっぱり、ここに今上げてる選手っていうのは、どっちかっていうと、まあ、近藤投手とかは、まあ、ちょっとまあ、他の球団で実績ありますけども、やっぱり、それ以外とかで言うと、あんまりそんな実績が、ジャイアンツであるわけではないので、そういったところで、やっぱり二軍でって、まあ、一軍よりレベルが低い場所ですけども、そこでやっぱり圧倒的な数字というか、まあ、圧倒的とは言わなくても、まあ、やっぱり、周りと比べたらやっぱいいよねっていう、感じになっとかないとなかなか上げれないと思うし、まあ、その中でこの二人っていうのは非常にね、いい成績を出してるんで、まあ、そこは層の厚さとか、リリーフの兼ね合いとかもありますけども、人数の兼ね合いとかありますけども、まあ、この二人っていうのが、まあ、これからね、上がってくる可能性っていうのは、成績だけ見るとね、あるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあちょっと次、野手見ていきたいんですけど、野手はですね、一人目、この選手ね、広和ね、僕大好きなんですけど、まあ一緒にやってて、一緒に何年もやってますし、菊田ね、今年かな、安倍監督が、代打の切り札として、広和、菊田と、陸、増田陸を、まあ置いときたいっていうふうなね、発言ありましたと。で、陸の場合は、まあ今この間ね、上がりました。で、まあ、いい当たり、最後エスコンで、左中間で取られたりとかありましたけども、やはりね、まあやはり、怪我なくやれてるっていうから、やっぱりね、上がれると思うんですよ。ただ、この菊田の場合は、まあ、2軍でもそうですし、1軍でももちろんそうなんですけど、まだ試合に1回も出てないんですよね。いや、怪我したんですよね。っていうところで、まあ、怪我をしたら、やっぱりね、まあ、ピッチャーもそうですけども、やっぱりこう、職場放棄じゃないけど、やっぱり評価ができないというかね、まだプレイをして、良かった悪かっただったら、まだこう、改善したりとか、いろんなことができるんだけど、やっぱりそもそもプレイができないというふうな話になってくると、まず試合には絶対出れないし、じゃあ反省するとこも改善するとこも、まあ、プレイに関してはなかったりするわけですよ。まあ、筋力をね、つけたりとか、まあ、自分の、これまでのね、フォームを振り返ったりとか、まあ、いろいろやることはそういうとこ、そういったところはね、そういったところでプラスになることはあるんだけども、やっぱり評価という、選手としての評価というところに関して言うと、やはり怪我をしてるとね、やっぱりこう、ゼロになっちゃうんでね、評価ゼロになっちゃうんで、評価できないっていう話になるんで、だからそこはね、菊田もね、分かってると思うんですけど、やっぱり今年ね、怪我をしてしまうっていうところは、ちょっと運が悪いというか、そういったところもあるんじゃないかなっていうね、期待されてる中でそういう風にやってしまうっていうところはね、ちょっと残念だなっていうふうに思いました。で、次ですね。これですね。
一軍登録意外とないんですよね。はい、中田選手。オープン戦かな、ずっと帯同してて、まあ、試合下に上がってね、育成から試合下に上がって、あ、いいじゃんみたいな感じになってたと思うんですよ。で、まあ、もともとまあ、ショートのレギュラーは門脇選手っていう風に言われてたんで、まあ、控えを争うような形だったと思うんですよ。伊豆口選手とか、まあ、湯浅選手とか、あのあたりと、競うっていう感じではあったんだけど、やはり、門脇選手がダメで、あんまり良くなくて、伊豆口選手がもうショートの今、レギュラーみたいな感じになってて、っていう感じになると、やっぱり門脇選手と争うことになるし、今で言ったらね。で、湯浅とかも、やっぱり2軍で、試合に出たらね、やっぱ活躍はしてるし、っていうところで、ちょっと中田選手、まあ、育成から試合下に上がったんだけど、じゃあ、今の内野陣と比べてどうなのって言われると、ちょっとやっぱり一歩劣るんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、成績見ていくと、まあ、45試合出ててね、今すごいですよね、45試合出てて、1割9分8厘、で、1本のホームラン、で、13打点、で、3盗塁、で、OPS が541、で、結構これがね、気になったんですけど、7個エラーしてるんですよね。やっぱり、バッティングの選手ではないと思うし、僕もエラーをね、どんなエラーしたかっていうのを全部見たわけじゃないんですけど、やはり記録として7個エラー出てるってことは、やはり、守備においてね、ちょっと不安定さを感じさせるし、そういったところで、まあ、守備固めであったりとかっていうところで使うかって言われたら使わないなっていう話になってくるし、だったら湯浅の方が守備固いじゃないかっていう風になるんでね、そういったところで、まあ、中田選手も上がったんだけど、まあ、比べるとやっぱ、一面落ちるなっていう風な感じはします。正直言うとね。で、最後です。この選手僕好きなんですけどね。すいません、字汚くて。岡田選手でね。はい。で、まあ、この選手もポテンシャルすごいですよと。で、僕も本当に、佐々木選手と、張るんじゃないかというかね、開幕時ね、いけるんじゃないかっていうところあったんですけど、やはり今見てみるとね、42試合で出て、打率が2割1分6厘、3ホームラン、11打点。で、6個盗塁してて、OPS が672っていう風になってます。まあ今現状、佐々木選手もね、2軍にいますし、まあ松原選手もいるし、岡田選手もいるしっていうところで、まあ、今までこう1軍で、センター争いとか言われた選手ほとんどいるじゃないですか。浅野選手もいたりするしね。結局、で、ヒルナンデスが入ってきて、で、丸さんがライトに落ち着いて、で、レフトは萩尾選手か、まあ黄色選手みたいな感じになってるじゃないですか。だから、やっぱり、岡田選手もね、まあ、簡単に言えば、もう打つしかないと思うんですよね。どう考えてももう打たないと、上がれないんですよね。どう考えてもね。で、守備に関しては僕、肩の強さもね、守備範囲も広かったりとか、肩も強かったりするかなっていうふうに思うので、あんまりそこは、差がないと思うんですよね。よっぽど秋広選手の方が守備悪いと思うし、正直言うとね。だけども、やっぱ上がれないっていうところは、やっぱバッティングだと思うんですよね、結局はね。で、盗塁もできてるしね。っていうところで、あとはバッティング上げるだけなんだけど、そこが上がってこない。まあ、この間ホームラン打ってましたけども、やはり、まあ、率ですよね。2割1分6厘っていうところじゃ、なかなか上がれないと思うし、せめてまあ、2割7分とか、2割7分8分ぐらいは、打ってくれないとね、まあ、上げてこられないというか、それか、陸みたいに、ここ直近の7試合で打率に4割以上打ってます、みたいな感じじゃないと、なかなかね、上がれないなっていうか、上げてこれないなっていう感じはあるんで、ね、そういったところは、まあ、岡田選手はね、全然チャンス僕はあると思うんで、ね、外野はね、レフトなんか空いてるわけなんでね、そこは頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでですね、今日はですね、今現状で一軍登録にまだされてない選手というところを見ていきました。まあちょっとね、企画としてどうなのっていうところはあるんですけども、まあやはり、現状で、ね、2軍でもたくさん頑張ってる選手はね、いますし、その選手たちに、まあスポットライトを当てたいじゃないですけども、まあ当て方がちょっとまずかったかもしれないですけども、やはり2軍の現状っていうところも分かっといた方がいいと思うし、うん。そういったところも含めて、このチャンネルではね、発信していきたいというふうに思ってますんで、まあ今日はね、ちょっとまあなんか、なんていう、ネガティブなちょっと、あれでしたけども、ちょっとね、いい企画案であったりとか、こういう企画見たいよみたいなことをある方はね、ぜひね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。